こんにちは、みずきです。今回は11月のお気に入りを紹介していきたいと思います。まず1つ目はジルスチャートのピュアエッセンスクッションコンパクト103番。ちょっとまだ動画にできてはないんですけど、このクッションファンデはもう最近の毎日メイクで使ってます。とにかくカバー力が結構あって、保湿力も結構あるんですけど、そんなにテカテカせずにいい感じのツヤ感になります。なので最近気に入ってこれを使ってます。はい、そして次、こちらのジルスチャートのブルーミングデューオイルインブラッシュ08番。これはこんな感じのチークなんですけど、この濃い方だけを使えばシェーディングとしても使えるし、この明るい方だけを使えばハイライトとしても使えます。でこのブラシも本当に柔らかくて毛量も多めで使いやすくて、これも最近の毎日メイクで使ってます。いい感じにツヤ感も出るのですごい好きです。はい、そして次はまたまたジルスチャートなんですけど、ドリーミークチュールアイズ A。これはジルのクリスマスコフレに入っていたアイシャドウです。カラーはねこんな感じで、本当に捨て色がないカラーで全部使いやすいです。全部しっとりとした質感でラメ感がすごい可愛いです。ラメ感が欲しい時のメイクは最近これを使ってます。はい、そして続いてこちらです。 RMK のセパレートカールマスカラ N。 これは RMK のクリスマスコフレに入っていたミニマスカラなんですけど、とにかくこれを使った日は本当にまつげのカールが一日中取れなくて、まつげもダマにならずにしっかり綺麗に伸びてくれるので、本当にこれはお気に入りで使ってます。これ使い終わったら本当に現品を買おうかなと思います。続いてこちらです。ビセリシェグラマラスヌードアイパレット BR1 番。はい、このアイシャドウなんですけど、カラーがね全部使いやすいっていうのはもちろんいいんですけど、この質感がちょっとマットっぽい感じが私はすごい気に入りました。マットアイシャドウではないんですけど、この辺のカラーが使った感じ結構マットっぽい仕上がりになるので、結構そこがお気に入りで使ってます。さっきのこのジルのアイシャドウと比べて全然質感が違うので、ちょっとマットっぽく仕上げたい時にはこっち使って、こうラメ感とかしっとりした感じが欲しい時はこっち使います。ベースのカラーはこっち、2色目のカラーはこっちっていう感じで使ったりもしてます。本当に最近この2つよく使ってます。はい、そして続いてこちらです。カラーリッシュエクストラルージュ307番。これは今月本当に何回動画に出したかなってぐらいお気に入りのものなんですけど、先月はこれのベージュカラーにハマっていて、今月はこっちの赤っぽいカラーにハマってます。これに関してはツヤ感、色味、塗り心地が私的にベストなリップです。このシリーズのリップはこれからいろいろ集めていこうと思います。はい、そしてこちらです。エレガンスラプードルオートニュアンスフェイスパウダーです。これはちょっと高めのフェイスパウダーなんですけど、やっぱりそれなりに化粧の持ちが良かったり、本当に綺麗なツヤ感で肌を綺麗に見せてくれて、毛穴を飛ばしてくれるようなそんな感じのフェイスパウダーです。これは本当に買って良かったなと思います。で、私がこれを買った時にキャンペーンをしていて、このエレガンスのポーチももらいました。結構大きめのポーチでたくさん入るようなポーチなんですけど、さらにこのサイズもセットです。これはこのくらいです。で、そしてさらにこのサイズもセットです。大きさ的にはこんな感じです。これは本当にラッキーでした。そして次こちらです。 SK2 の RNA パワーエアリーミルキーローションフェスティブキットラディカルニューエイジ。はい、初の SK2 です。なんで SK2 を買ったかというと、動画を投稿するようになってメイクして落としてまたメイクしてっていう感じで、ちょっと肌に負担がかかってるかなと思って SK2 を買ってみました。でちょうどね、私が使っていた乳液がなかったので、この乳液の原品が入っているこのセットを買いました。で SK2 のクリスマスコフレと迷ったんですけど、ちょっといろいろ店員さんと相談して、こっちの方が気になったのでこっちの方を買いました。美容乳液 50g とこの拭き取り用化粧水 10ml、 一般肌用化粧水 10ml、 目元用クリーム 2.5g と、あとは美容液のサンプルが2個入ってました。で、まあ、使った感想としてはもう本当にさすが SK2 って感じで、このキットを使った1日目からちょっと肌質が変わって、なんだろう、ごわつきがなくなって、こうむき卵のようなこうふわっとした柔らかい肌になるんですよね。まさかね、1日目でこんなに効果があるとは思わなかったので、すごいびっくりしたんですけど、この乳液は今まで使ってきた乳液の中でやっぱり一番良くて、というか今月の一番のお気に入りという感じです。やっぱり何でもそうなんですけど、スキンケア用品って特にこう実際に自分で使ってみないとわからないっていう部分がたくさんあるので、初めて挑戦するときはやっぱりこういうキットとかを使って
で、よかったら現品を買うっていう感じでやっていった方がいいのかなって思いました。この乳液は本当に良かったので、これはリピするとして、この化粧水と美容液も買おうかなと迷い中です。また買ったらね、紹介しようと思います。そして次こちらです。じゃん、メガネです。ブルーライト対策メガネです。ブルーライトとはパソコンやスマートフォンなどのディスプレイ、 LED、 有機 EL バックライトなどに含まれている青色光です。青色光は瞳の奥まで届き、網膜機能の低下などを引き起こす場合があると言われ、目に与える影響が懸念されています。だそうです。パソコン、テレビ、携帯、ゲーム、私が長時間よく使うもので、最近本当に目の疲れが本当にひどくて、ちょっとやばいなと思って、このブルーライトをカットするメガネを買いました。なので最近携帯を触るときとか編集するときとかはずっとこんな感じでカチャカチャしてます。このメガネをはめてパソコンを使うようになってから、心なしか目の疲れが軽減されたような気がします。まあ、気休め程度なのかもしれないんですけど、確実にこれを使ってない時と比べたら全然目の疲れが違うので、やっぱりちょっと効果があるのかなという感じです。なのでこのメガネ、本当に家用と外用でストックが欲しいくらいお気に入りです。そして最後、食べ物です。じゃん、辛ラーメンです。今日はこれ食べちゃったんですけど、これね、本当に最近ハマってます。私結構辛いものは好きで、いろいろ食べるんですけど、ちょっと前までは蒙古タンメンが大好きでした。で、今こっちの方にハマってて、なんかちょっと蒙古タンメンと似てるような感じもして、辛いけど旨味があるのですごい好きです。本当に毎日食べたいくらい好きなんですけど、あまりね、辛いもの食べすぎるとダメなので、まあ週1でも多いかな、月に2回とかにしようかなと思います。まあ、結構有名なのでね、辛いの好きな人は知ってると思うんですけど、すごいおすすめです。はい、そんな感じで今回は11月のお気に入りの紹介でした。今月はね、結構買い物をした月で、お気に入りのものもたくさんあって、本当に何を紹介しようかなって迷ったんですけど、その中でもね、本当のお気に入りを紹介しました。ちょっと今月はコスメが多くなったかなという感じなので、来月はちょっと他のものも紹介しようと思います。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。では。